はい、というわけでございまして、本日始まりましたゴジラモノスタラジアです。はい、本日からですね、こういったですね、スタイルでやっていきたいと思います。はい、というわけでございましてですね、スタラジアの日常ということでございます。今日お話しする内容はですね、今日、100円ショップ、キャンドゥで買いました商品が非常にですね、魅力的だったので、それをご紹介したいと思います。はい、それがこちら、じゃーん、見えますか皆さん。こちらですね、キャンドゥで買いました、スマホのスタンドです。いやー、結構ですね、なんかワゴンみたいなところにたくさん並べられてまして、で僕も動画とか撮ったり、まあ、いろんなことをするので、まあ、こういった便利なものがですね、あればいいなと思って探していたんですけど、今までなかなか100均でですね、自分が満足するものに出会えなかったんですけど、これはもうビビッときましたね。はい、ではい、ではですね、早速ちょっと中を見ていきたいと思うんですけども、はい、というわけでこれが中身ですね。パーツは全部で、4個ですね、分かれております。これらを組み立てて、使うという仕組みになってます。で、一番下のこの丸いやつですね、これが土台になりまして、これに、支柱を立てます。これが、ネジですね、組み込む形になってまして、これこうくる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 回しながら、まずですね、土台を、作ります。はい、すいません、ちょっとテーブルが黒いので少し見にくいかもしれませんけども、ご了承お願いします。はい、で土台を組み立てますと、上の部分ですね、ここが首の部分になるんですけど、ここにですね、スマホを取り付ける部分の、パーツをつけます。ここもネジですね、これもくる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 回しながら、もう簡単に取り付けます。子供でも作れます。はい、でですね、この部分なんですけど、スマホをつけるところですね、ここがなんていうのさ、はめ込む形になってまして、でこれをはめ込んで、完成なんですけど、ネジがありますので、これをまず通しておいた状態で、組み込んだ上で、ですね、最後ネジを、これもまたくるくる回しながらですね、こういった形で、完成でございますね。はい、というわけでございまして、完成いたしました。それがこちらです。じゃじゃーん、いかがですかこれ。これがですね、100均で買えます。はい、でですね、ここにスマートフォンをつけるんですけど、ほら、ここで調整できるんですね。で、ここの、首の部分が、稼働するタイプなんですけど、本当にですね、非常にですね、耐久性もわかんないですよ。まだ使ってないので、わからないですけど、こうやって持った感じはすごい頑丈なんですよ。本当に、100均の商品とは思えないぐらいの、完成度ですね。僕が今まで使っていたのが同じくキャンドゥで買ったこのタイプなんですけど、結構これパーツが2つに分かれてて、結構下ふにゃふにゃのやつで、結構もう、買った時から不良品だったとかそういうこともあったんで、何度か買い替えてるんですけど、これこれでですね、便利ではあるんですけども、やっぱり耐久性っていう意味で考えると、今回のこちらはなんか本当すごいですね。いやー、でですね、肝心のお値段ですけど、100均といっても例えば500円の商品だったり300円の商品だったりあったりします。で、これですね、いくらだと思います？300円、750円、500円。違います。もうキャンドゥ舐めちゃいけません。なんとこれ100円です。税込みで110円ですけど、はい、いや本当に、これ多分500円だったらちょっと迷ったと思うんですけど、でも本当に、
や久しぶりにいい買い物をしたなと思いました。はい、まあね、これを使っていろいろですね、これからも動画を撮っていきたいと思っております。今ここでつけられないのはスマホでこれを撮影してるので、ちょっと実際にそれをつけた状況でのちょっと絵を見せられないというのはちょっと残念ですけども、はい、これからですね、ライブ配信とかもやっていきたいと思いますので、はい、もし僕がですね、いろいろ自撮りだとかそういったものを配信しているって、これ使ってんだなっていうところをですね、想像していただければと思います。はい、というわけでですね、僕はちょっと顔出しがちょっとできないんで、はい、まあいろんな事情ありますけども、まあやっぱり個人情報とかそういうのもあるんですけど、まあ単に自分の容姿に自信がないからです。はい。理由はそんな理由です、はい、ではというわけでございまして、本当に見ていただきまして本当にありがとうございました。またどんどんこういったですね、何か面白いネタ、日常のネタですね、提供していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくね。